ということで、今回はタカラトミーから発売のゾイドワイルドガブリゲーターを組み立てておきます。ゾイドを買うのは約20年ぶりなので、とてもワクワクしながら開封していきます。パーツがすべて最初から切り出されているのには驚きました。早速復元の書通り胴体から組み立てていきます。昔はこの価格帯のゾイドはゼンマイ式だったので、このガブリゲーターが電池式なのは嬉しいです。固定にキャップを使うのが昔と同じで懐かしく感じてきました。それにしてもニッパーでの切り出しやヤスリがけもなしでサクサク組めて楽しいので、他のゾイドも欲しくなってきます。胴体と頭部があっという間に組み上がり、続いて足を組み立てていきます。楽しく組み立てているゾイドですが、その昔ウルトラザウルスなどの初代ゾイドをいくつか持っていたのですが、ゾイドで部屋を散らかしたままにしていたことに怒った父親に全て破壊され捨てられてしまったことが、今思い出しても涙が出るくらい悲しい記憶も同時に蘇ってきます。そろそろ4本の足が組み上がります。ここで電池を入れて正しく動くか確認してみます。問題なさそうなので尻尾を組み立てていきます。やはりワニといえばこの尻尾が特徴的ですよね。今取り付けている部品で尻尾を左右に制御します。動作を確認しよう。尻尾を左右に揺らしながらゆっくりと前進している姿になぜか癒されます。頭も動いていますね。最後にアーマーと目を取り付けていきます。骨格にアーマーがつくと目かっぽさが増しますね。続いて目を取り付けていきますが、少し苦戦しました。最後に頭部のアーマーをつけて完成です。めちゃくちゃかっこいいガブリゲーターが完成しました。どうでしょう、アーマーをつけて動く姿見ていて飽きないですよね。100円ショップで揃えた材料でそれっぽく撮影してみました。設定では最高205キロで走るそうです。やはり左右にひょこひょこ動く尻尾が特徴的で可愛くもありますね。足の動きはメカメカしくも本物のワニっぽくていいですね。それではコンロを開放してみます。どうなるのでしょうか。可愛さがゼロになりました。それにしてもこの口の開き方はやばいですね。高校生ロボットバトル競技大会で優勝できそうです。スローで見ると迫力が増しますね。乗り心地は間違いなく悪いですね。12分の1スケールの半ソロにはラクダ程度の乗り心地でしょうか。いかがでしたでしょうか。この動画で少しでも楽しめていただけたなら幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録お願いいたします。